こんにちは、さん。はい。こんにちは。あ、こんにちは。いや、今日ね、ちょっと、はい、唐揚げをね。はい、あ、唐揚げ、唐揚げ。いやいや、今食べてよ。いいですね。うん、はい。あの、作りすぎたんで。はい。あ、諏訪さん、先生が、はい、手作りなんですか。手作りです。あ、どっか、なんか、もろっていっぱいあるから持ってきてくれたんかと。作りすぎたんで。ありがとうございます。食べきれない。めっちゃ、あ、冷蔵庫ありませんしね。そう。半原発ですからね。はい、そう、はい、そうですよ。これで今日は4月2日あ、4月2日ね。今4時ですね。16時。はいはい。で、前のね、はい、新コロナウイルス会、はい、結構な好評なんですよ。よっつさん、はい、あの幅広い層に聞かれてますね。ああ、はい、ありがとうございます。あれいつでした？先週ぐらいですか？あれいつやったかな、もう分からへんね。うん、26とかやったかな。オリンピックはまだ中止決まってなかった。中止決まる直前やね。直前ですよね。うんうん、はい、いや、もうだいぶそれで変わりましたね。うん、潮目がほんまに変わったね。はい、いや、もういや、だからね、ほんまに、まあ、はい、返すもんですよ。はい、あのよっちさんの言う通り、うん、そのオリンピック前だ、1月から、はい、オリンピックが中止決まるまでね、2ヶ月あったわけですよね。はいはい、2ヶ月、はい、で、あの時に武漢でどうなってるかを、韓国でどうなってるか、はい、我々は見てたわけですよ。見てました。で、その間、はい、要するにあれは何ですか、はい、オリンピックを、はい、やるがために、はい、どうですか、はい、病気に備えることさえも許されない。そうですね。その空気感の中で、はいはい、要するに人工呼吸器も別に作ってない、はい、で、いわゆる減圧室の病床も別に増やしてるわけじゃない、はいはい、今なんかバタバタと増えてるらしいですけど、はい、ええ、軽症者の隔離施設もない、ない、マスク、アルコールの手配もできてない、ない、はい、これで何なんやろうね、これ、はい、このオリンピックをやるという前提を守るために、はいはい、病気に対する備えもできないっていう、この精神構造ね。精神構造もそうなんですよ。はい、もうそれもそうなんですけども、はい、見せない、世界に対して、はい、日本に、うん、だ、それはだから弱みやとか、はいはい、それをすることイコールもう、はい、実際オリンピック諦めたというメッセージなんやと。そうですね、諦めたというか、できるのか、うん、7月夏に、うん、いや7月、8月でしたっけ、うん、オリンピック7月の終わりから8月にかけて。そうでしょ、うん、日本はそんな用意せなあかんほど、うん、コロナがおるんやったら7月でけへんやんけっていう世界に。でしょ、はい、うん、だからまあこれ例に出して悪いけど、原発事故っていうのはありえないから、はい、事故に備えないみたいなさ。そうですね。そういう世界観があったじゃないですか。全くその通りです。うんうんうん、もう全く同じですね、うんうん。事故に備える必要はない。はい。なぜなら原発は事故をしないからっていう。はい。そうです。はい。プラン A ってやつです。はい。ね。はい。まあ、それはいいですけど。はい。まあまあ、言ってもしょうがないことなんでね。あれなんですけど。いやいや、うん、やっぱりね、言って、って意味ないことはなくて、はい、まず、うん、エピカーブ、僕この前も説明したと思うんですけど、はいはいはい、そのオリンピック7月開催絶対のエピカーブが、はい、フェリーの段階で、はい、フェリーかな、まあ、どっかの段階で書かれたんですよ、はいはい、もう最初からはそれはあるんですけど、はいはい、まあ、2月の半ばかな、末やったかなにはもう書かれてますから、はいはい、それに沿って検査数も絞ってる、はい、なのでもうオリンピックが絶対にこう開催されるような上昇率をもう先に書いちゃったんですよね。なるほどね。それに現実を合わせていくという。そうですね、はいはい、でなんで今こうなってるかって言ったら、うんうん、まあ、僕の持論、まあ、全部まあ持論っちゃ持論なんですけど、欧米にここまで拡散すると思ってなかったんですよ。まあそうですよね、はい、それが表面化したのが3月なんですよね、うん、3月の、まあ、アメリカですよね。アメリカにトランプが
こうかかってんちゃうかと、ええ、そっからこう表面化して聞いたんですよね、ええ、まあ、むちゃくちゃやばいぞと、ええ、イタリアもやばいぞと、はい、それそこなんですよ。それがあの、はい、言うたら、まあ、そのおかげで日本は今から対策がするわけですので、ね、逆に あの人らも慌ててるから、はい、俺らも慌ててええんやっていう。そうですね、まあ、言うたらそうです。その逆に、はい、うん、もう逆に腐り切ったね。そうですね、うん、逆に欧米にこう回ってなかったら、うん、確実にオリンピックはやってますから。なるほどね、はい、はいはいはい、なるほどなるほど。例えば中国韓国が、はい、でもし止まってたら、はい、中国がどんな状況であれ、はい、見捨ててやるってこと、ね、やります。日本がどんな状況になったとしてもやります。原発と一緒ですよ。あ、日本がやられててもやるってこと。やります、やります。だって見せないですから。ああ、その隠せばいいってことね。隠せばいい、その検査しなければいいんで。なるほど、ね、はい、それを八末まで引っ張るつもりやったんですよ。なるほどなるほど、はい、なるほど、なるほどね、はいはいはい、今年の8月までその状態で行く、はい、行く予定やったんですけど、はい、欧米に回ったことで、はい、それが崩れたと、はいはいはい、外から、はい、それがまあ今の現状、はい、ほんで、うん、あのオリンピックがとりあえず延期になったと、はい、でだからオリンピック延期になったこの今、はい、3月の28あたりかな、はい、からバババババッとこう話が進んだと、進みましたし、はい、テレビもようやってますし、はい、いろんな人がなんかまるで3月末にコロナウイルスが日本に持ち込まれたかのような。いや、そうなんですよ、はい、そうなんですよ。だからね、まあ、はい、一つちょっと、まあ、気の毒やなと思ってるのがね、はい、あの広島大学の女子大生ですかね、はいはいはい、3月5日にヨーロッパ行ったと、はい、で十何日に帰ってきたんですよね、はいはい、で僕もね、僕自身も、3月4日にね、はい、フィリピン行ってるわけ、はい、だからそういう意味で言えば3月4日とか5日の時点では、はい、ま、そこまでね、はい、アナウンスされてなかったですよね。し、まあもちろんその欧米でそうなるとは、はい、っていう感じなんですよね。そうそうそう、そうなんですよ、3月前半ってね、ほんまに、ええ、2月末とか、そう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 、それをね今割とね、はい、そんなん3月に行くなんかおかしいやんかみたいな言い方で、はい、ごっつい非難されてるんです。されてますね、うん、まあそら、まあそういったらそうやけど、でもあの3月最初っていうのは まだ ね、 そうですね、のんびりしてましたよ。まだ一般的にはのんびりしてましたし、うんうん、はい、あと僕もあのヨーロッパ出ようかなって思ってたんですよ、うん、あ、そうなんですか、はい、あ、もう日本あかんわと、もう言うたらこの状況を、はい、がもうすでに見えてたんで、はいはいはい、もうあ横山さんと、あ、諏訪山さんとフィリピン行くか、はい、ヨーロッパにもう出ようかなと、うん、そうですよね、はい、うん、まあ、ただその僕がフィリピンいる間にずっと状況が悪くなって、はい、11に帰ってきたんですけど、はい、もうその帰ってきた時にはもうなんかもうやばいっていう感じでした。もうやばいって感じでしたね。はい、ちょうどそんぐらいでした。まあまあ、それはそうでした、ね、はい。はい。いや、実際ね、だから、あれ叩くんは ちゃうやろっていうのは、めっちゃ思ってます。はい。まあまあ、それはいいですわ。はい。で、なんせその、前提っていうのが、もうすごく、強固なものがあり。うん。それはオリンピックってこと？オリンピックっていう。はいはい、はい。ほんで、まあ、今、はい、バタバタバタっと、みんなが言い出したと。はい、もうええんやと、もう、もう病気になってもいいんですか僕らみたいな、まあ、いや病気があるって言っていいんですかみたいな。で検査数も増えてきてますし、はい、うん、でもやっぱりこう急に100から1万には増やせませんよね、うん、まあやし、まあ、とはいえやっぱりね、はい、そのどういうんやろう、はい、他国の、はい、まあ、どこの国かは分かんないですよ、はい、他国の、感染者数よりも、はい、日本の検査数の方が少ない。ほう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 。うんうん。そら感染者数も少ないよっていうね。そうですね。そうですね。うん、はい。まあ、話は、はい、うん、あるみたいですね。そうですね、はい。多分ある程度感染者数っていうのは、はい、もう決まってるんですよ。うん、どういうこと？あ、新規から割り当てる。新規のその検査数っていうのは決まってるんですよね。ああ限界が限界が、うん、限界を言うたら止めとんすよ。
下げて。あ、はいはい、まだいけるんですか。いけますね、はい、全然いけますよ、はい、もうだって1日2万件とか、うん、いけるんですか。いけるわけですからね、うん、でもそれはしてないですか。それはしてないです。要は、うん、検査言うたら上限が決めちゃってるわけですよ、うんうんうん、言うたら検査数を圧縮させて、うん、で、まあ、でもそれは一応そのあれがあるんでしょ、はい、オーバーシュートっていう現象を防ぐ、はい、あるやん、その、はい、医療体制のリミットがここにあって、はい、それを要するに超えないように、はい、うん、それ無理なんですよ。どういうの、超えないことが無理、超えないことが無理なんです。もはやもはやどころか、うん、コロナウイルスが持ち込まれた段階でもう無理なんですよ、うん、それは分かってたんですよね、うんうん、で、要は、うん、あれずらし作戦ね、言いますよね、はい、うん、あれ右にずらし作戦は、うん、言うたらまあなだらかにするっていう話なんですけど、それはその右にずらし作戦っていうのはその感染者のピークを、はい、ということですよね、時期を遅くする、遅くするですね、はい、そういうことですよね、はい、春にピークを迎えるのか、夏にピークを迎えるのか、はい、冬に迎えるのかっていう、はい、まあそんだけの話で、でその時に、言うたらその医療リソースってやつも、言うたらそのピーク医療リソースのあれも上げとかなあかんのですよね、うん、右にずらし冬までずらすからその間にホテル建てたり、医療のリソースを増やしてキャパシティを上げる、はいはい、うん、そういう話ですね。そういう話なんで、はい、うん、まあでもやっとでもそれが今始まったんじゃないですか、はい、始まりました、ああ、はい、まあでも良かったですね、それは、それは良かったです、うんうん、だから医療崩壊というのは起きるんです、うん、でもそれはそのコントロールして、はい、まあ現状ですよ、はい、現状今の日本の感じではさ、はい、まあ俺らの周りでもバタバタ人が倒れていくような感じではないやんか。ないです、うん、はい、確かに、はい、なんでかは分かんないんだけど、はい、イタリアなんかもうちょっと目を覆う惨状っていうじゃないですか。そうですね、はい、ええ、うん、要は医療崩壊が起きそうやから、うん、もう起きるから医療の、うん、キャパシティを上げるんですよね、はい、でもまた医療崩壊起きそうやから医療のキャパシティを上げるんですよ、はい、で各国はそれを、はい、というかまあ中国はそれをやらざるを得なかった、はいはい、もうマックスまで上げた、はい、それでやっと抑えれたんですよね、はいはい、要はなんていうかな、自分らが想像できるような医療リソースの確保なんか、はい、ウイルスなんか考えてくれませんから。そうですね、はい、だウイルスにも合わすしかないというか、まあ、こっちの都合では決められませんよ、はい、決められませんよと、医療崩壊が起きるっていうのはもう当たり前。なるほどね、要するにそのピークを右へ持っていくと、はい、要するに右というのはグラフの右ね、時間軸を、はい、で遅くするってだってっていうことだね、はい、うん、上がるんは上がんねんから、はいはいはい、でそこに医療の壁があったとしたらそれは突き破るんやから、はい、どうせまたこうどん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 それに合わせて医療リソースは、はいはいはい、でもそのために皆さん行動を自粛してくださいっていう話なんで、はい、そうですね、はい、はい、それだからちょっとずつ上がるってだけで、うんうんうん、これが下がることはないですからね、あのウイルスのあれ新規感染者数が下がるってことはないんですよ。はい、何の話でしたっけ。はい、いやいや、はい、分からんようになってきたけど、はい、まあまあまあ下がるってことはないんです、うんうんうん、もうずっと上昇し続けます、はい、もうひたすら、でどこかの段階で下がるんですよね、うん、はい、うん、それは決して明日でもないですし、はい、明後日でもないです、はい、ヨシさんの予想ではズバリいつですか、はい、希望で大体当たってます。希望で、はい、夏。ああ、でも結構早いですね。早いです、うん、希望でね、はい、それはまあオリンピックをどこまでやりたいか、うん、はい、うん、ほんまにやりたいんやったら、うん、お前ら分かってるやろなと、はい、6月には、うん、はい、終わらしとかんと、はい、リハーサルとかあるから。え、6月って来年の、はい、来年の6月ですか。そうですよ。え、この6月じゃない。違いますよ。
来年、はい、ほら1年はもうこれ無理ですって。ああ俺この6月で終わる。違います違います。早くてまあオリンピックの2ヶ月前、うん、ああほんならでもそれはちょっとどうなんやろ。はい、厳しいね。また厳しいですよ、うん、めちゃくちゃ厳しいですよ、うん、はい、わかるわ。僕はあんま言いたないんですよ、うん、仕事のこともありますし。ああそうかそうか、はい、まあでも影響を受ける仕事やもんね。めちゃくちゃね、はい、うん、まあまあ言うたらオリンまあその時期っていうのはそれなんですけど、うんうんうん、そう、うん、もう要はそのアゲンとウイルスは結局上っていきますから、うん、ひたすら上っていくというのは増殖を増殖を続けます、はい、で世界中がね、はい、同じ病気かかってるんですよ。はい、別に日本だけが、はい、日本型コロナウイルスじゃないんです、はいはい、世界中が全く同じ型のコロナウイルスにかかってます、はい、まあ L とか S とかありますけど、はい、感染率に違いはないですよね、はい、まあまあでもベトナムは少ないとかね、とかまあ若干のそういう、うん、なんかいろんなファクターは言われてるけど、まあその話はここではせんときましょう、はい、うん、けども基本的にはまあみんな同じ病気やっていうことは同じ直線を描くわけです、うん、まあそうですね、はい、はい、もう全世界が、はい、であのもう一個グラフ出てきましたよね最近。エピカーブじゃない方の直線の方の あれでしょ、あの感染者の総数と新規感染者、はい、要するに今までは時間を X 軸に置いて、はいはい、こう右とか左とかやったわけやけど、はい、それを X 軸に新規感染者の数を置くんですよね、はい、ほんなら、どういうかな、時間っていうのは、はい、重要な要素じゃないんですよ、はい、だから新規感染者と既感染者の、はい、なんかこう相関を、はい、描いていくと、はい、そしたら、日本も、はい、その感染が遅いように感じられてるけれども、はい、違うんですよね。順調に、はい、あの数増えてるんですよ。そうです、正直でね、はい、だから、はい、韓国と中国だけがドーンと下がったんですよ、はい、一応ね、はい、うん、だからまずエピカーブっていうあの上がって下がるあれは、はいはい、医療リソースのとのバランスを見るための考え方なんですよ ね、はいはい、ね、であの直線のグラフっていうのは、はい、言うたら社会政策、はい、がどう影響するかっていうのを見るためのグラフと思ってもらったら分かりやすいと思います、はいはいはい、で中国はあるところでバーンと落ちました、下がりました、はい、まあ、検査数、はい、とかも加味して、はい、こんだけの人数がかかった時にこんだけ新規が出て、はい、でこの時にこれをしたからガン、はいはい、でそれをどんだけ続けたか、はい、ガン、はい、っていうのが見えます、はい、で韓国も見えます、うん、そうそう、はい、で日本も全世界が同じ直線なんで、であの増えてるの増えてるんですよね、あれはね、はい、増え続けます、はい、だから何かをしなして壁を作る、見えない透明の壁を作る、はいはいはい、で無理やり止めないと、はい、はい、ってことは、はい、都市封鎖であったり、はい、移動制限、外出禁止令をしないと、はいはい、落ちないっていうことなんですよね、まあ、そういうことですよね。各国がどの段階で、全ての動きを止めさす行動をするかっていうグラフなんですよ、はい、だからこれ恐ろしいのはね、フィリピンが、はい、ものすごい厳しいその今自宅検疫期間なんです、はいはいはい、まあ、検疫期間なんで、はい、それに2週間待てと、なんせそうですね、はい、2週間やと、はい、潜伏期間が2週間なんでしょ、はい、2週間閉じ込めるぞと、はい、うん、ほんならね、そのやっぱりね2週間前というかこのもうかかってるんですよみんな、はい、だから今感染者が、はい、もう2本抜いたんやったかな、あ、うん、この前まで10分の1やったんですよ、はい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 、けどもう日本追い抜きましたから、はいはい、だから、日本もそういう感じになってるということなんですよ。だから今止めたとしても、はい、この2週間で激増すると、はい、いうことなんですよね、はい、だからとにかく2週間は、はい、社会を止める必要があるということですよね。絶対にそうなんです。そうですよね、はい、それがしかも早ければ早いほどいいということですよね。そうです。それだからもう2週間分は諦めてくれということですよね。もう2週間から僕が思ってるのは4週間です、はい、最低、はいはい、2週間の、うん、なんとか期間、はいはい、で治んのも2週間、ああなるほどね、うん、
で、まあ、そこから残ったりもするんで、うん、本来は6週間。6週間。余裕見て6週間。7週間。ならまあ言ったら逆に言ったら6週間分の、はい。何らかの保証すればええわけや。ようです、そうです。本当は。要は、うん、それが別に、はい、未来永劫続くわけでも、はい、ね、なくて、1ヶ月半分の保証をしてやればいいわけでしょ、みんな、はい。そうです。そういうことですよね。はい。保証する、する、言うたら、うん、生活をね、国を、一時停止させる、ええ、その2ヶ月なかったことにする。そういうことですね。全く、ええ、なんかもう仮死状態というか、ええ、はい、それをする、うん、それはイギリスが今、うん、だから要するに家賃の停止とかいうのもやってるけど、はい、あれもその別に何ヶ月もやるわけじゃなくて、はい、1ヶ月家主さん待ってくださいと。そうですね。そういう話ですよね、はい、ええ、だからそれぐらいは多分待てると思うんですよ、はい、うん、まあ、その人に借金があったりね、はい、まあ、いろんなそれは状況があるから一概には言えないですけど、はい、まあ、そういうことですよね、はい、ええ、とりあえず1ヶ月の経済活動社会活動をもうピタッと止める、はい、でみんなが箱に入る、はい、で、はい、そのためにはやっぱ保証がいるということですね。保証がいります。その黙らすためには、はい、あの何かいるということですよね、はい、あのノイホイさん菅野保さんでしたっけ、はいはいはい、ちょうどツイッターでね、めっちゃいいこと書いてて、このウイルスに、うん、と人類は戦ってると、でこのウイルスに立ち向かう唯一の武器は、うん、って言ったら隔離やと、うん、はい、うん、隔離することが守りながらウイルスが増殖しない、うん、言ったらウイルスの目的は増殖を続けることですから、うん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 、で攻撃なんですよね、攻撃ディフェンス、うんうんうん、これが唯一の方法やと、うんうん、だからみんなを止めなあかんと、うんうんうん、でってことは全員に補償せなあかんと、うんうん、その1億2000万人ですか、うんうんうん、全員が一律に補償されないと、うんうんうん、言ったら戦わへんやつが出てくると。いや、そうですよ、まあ、はっきり言って、はい、まあ、まあ言いたくないけど、はい、僕なんかやばいですよ。そうですね、うん、はい、うん、言うて例えば俺お金もらってへんから、うん、別にええやろ、ええ、やろっていう論理を出しますからね、はい、出しますよね、ええ、だ、うん、そう、このかお金を配って家におらす、ええ、隔離する、ええ、自主隔離するっていうのは攻撃なんですよね、ええ、ウイルスに対する唯一の攻撃方法、はいね、はいはい、だから何かしら一律に、うん、全員にお金はやらんと、はい、それも用意スタートでやらないと意味がないからそうです、そうです、そうですね、だからもうそういう意味では失敗してますから、はい、厳しいですね。ほんでこれそのなし崩しに結局やらなあかんっていう可能性もありますよ。ありますね。今突っ張ってるけど政府は、はい、けれどもこれは早晩、はい、もうどうしてもなくなって、はい、やると、はい、ほんならもう世論も黙ってないから、はい、金を出せと、はい、いう形になって、はい、まあ、要するにトレンドとしてはやると、はい、やるというトレンドやとしたら、はい、ならばもう今やるべきやと。そうなんですよ。そういうことですよね、はいはい、今というかもういつでもやってくれと、はい、もう昨日やってくれって感じなんですけど、はいはいはい、で、はい、でそれが国はもう全然せえへんと、はい、だからもう都道府県知事が多分もうどんどん今、はい、勝手に動いてますよね。あ、そうですか。はい、まあ勝手にというかもう自分らの方針で、ええええ、まあ、和歌山なんかは、まあ、例でよく出てきますけどそういうことですか。はい、和歌山もそうですし、はい、大阪もそうですし、はい、そういうふうに、まあ、もう自分らでできる限りの、はい、もうシャットアウト、ええ、はい、ロックダウンをもう刺すしかとりあえず今のとこないんかなっていう、うん、各都道府県の反乱というか、はい、まあ、とはいえですよ、はい、要するにまあ大阪府と兵庫県では行き来があるじゃないですか、はい、結局ね、はい、うん、大阪府がやろっても兵庫県民がこう出入りするわけですから、はい、あ、もう止めるっていう。あ、はい、なるほどね。もう、うん、まあでも、うん、でもやっぱり結局国が何かしらもうバシッと動かんと、はい、和歌山は頑張ってたんですけど、はい、多分金がもうこんくなってきてて足りになってきてて、はい、あのちょっと今集団免疫網に変わってきるんですよ、和歌山が。はい、あ、もう無理みたいな、病床がないから。ああ、なるほどなるほど。もう無理みたいな、あ、はいはい、まあ、要は金がないってことですよね。それまずいんですよね。あ、はい、頑張ってた県も、うんうん、国からのあれがない限り、うんうん、持たないっていう、うん、はい、
諦め、うんうん、もう集団免疫って諦めですからね、うん、はい、うんうん、単純に。でもなんかそういう話もなんかその、はい、政府のいわゆる何だったかな、クラスター対応の会社さん、はいはい、西浦さん、うん、はい、はもうなんかちょっと敗北宣言みたいのを出したという出しちょっと ね、 ね、 もう、はい、もうこれはっていう、はい、あの話も聞きました。ありますよね、ええ、いやでもね、ほんまにそれは現場の方が言ってるんで、ええ、多分そういう面はあるんやと思います、ええええ、ただだから、はい、リソースを、まず医療リソースを、はい、まだ何もやってないですから、医療リソースを作らす、はい、用意する、はい、言ったらあの国家なんとか法、はいはい、アメリカが持ってる、はい、国防生産法、はい、これを、はい、もう臨時でいいですから、はい、実施、制定と実施する、はい、で民間に作らすということ、作らす、はい、はい、もうバイク作ってる場合じゃねえですよ。なるほど、ね、はい、川崎もそうです、そうです、そうです、はい、うん、売れへんやろっていう、うん、そう、服作っておしゃれ服、春服作ってる場合じゃねえですよ、うん、マスクだろみたいな、うん、ユニクロも防護服作れよみたいな、うん、でそれをもうやる、うん、それをまずやる、うん、それと同時に、うん、あのあれですよね、その特措法のあれで、うん、あの借り上げする、ホテルの借り上げ、あ、はい、はい、ベッドメーカーに納品させる、はい、まあ、医療リソースどんどん上がっていきますから、はい、それをまずやる、うん、特措法だけではそのできないレベルがあるんで、うんうんうん、特措法も非常事態宣言もやりながら、うん、こういう新しい臨時の、うん、臨時の法律っていうんですかね、うん、なんか言うじゃないですか、うんうん、特別措置法の、うん、もう、まあ、難しいところですよね、はい、その法律を作って、はい、ね、国会で決めて、はい、やっていかないといけないので、やっていく、はい、ほんであとその移動制限のあれも、うん、もうそこも言っちゃむずいんですけど、そのもう絶対に命令の、あの、いやいや、だからね、はい、できないんでしょ今。まあそれはそうやと思いますわ、はい、ただフィリピンなんかはね、はい、まあ、フィリピン、僕はフィリピンのやり取りが多いからですけど、はい、フィリピンはまあ、逮捕ですよね、もしあの違反したら、はい、今銃殺に変わりましたよ。どこが？フィリピン。マジっすよ、はい、さっき見ました俺、ニュース回ってきました、はい、いやだからそのフィリピンのやつらが、はい、むちゃくちゃ暇そうなんですよ、はい、そうですね、うん、はい、むちゃくちゃ暇そうで、うん、もうなんかね、話が弾んで弾んでほんで、いや俺今スターバックスにおんねんって言ったら、はい、いいなみたいな、まあ、まあ日常が、私もコーヒー飲みに行きたいねみたいなその感じ。そうですね、うん、ほん で、はい、でやっぱりその何が気の毒ってね、はい、在日のフィリピン人いるじゃないですか。いますね、はい、がね、怖がってる、はい、そりゃそうですよ、うん、だからそのフィリピン祖国ではこうなってるのに、はい、日本何って、はい、このこのなんか日曜日みたいな、ぬるま湯、はい、ぬるま湯感、はい、なんなんっていう、はい、のでやっぱそういう噂もこうフィリピンにフィードバックされてて、はい、でフィリピンの人らが日本って何全然何もしてないってほんまなんみたいな、はい、うん、いう話も出てます。まあガチっすもんね、うん、ほんでねやっぱり、ね、はい、フィリピンはね、はい、だからこの騒動で収入を、はいはい、減った方には、はい、まあ、あのお金、はい、出ます。あ、出ますよね。出ます、はい、ほんでそれはあの僕もね、はい、一応フィリピンで仕事してるんで、はい、でうちももうもろじゃないですか。もろっす、ね、もうこれで閉めましたから、はい、ね、はい、だから、申請しました。ああ、はい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 、はい、うん、で出ると思います。従業員の方に、はい、5000ペソ、はいはいはい、1万円ですけど、はい、1万円っていったらでもあのまあ、小さいように思いますけど、はい、まあ、向こうにしたら大きいですから、はいはい、まあ、賃金ベースでって本当10万円ぐらいの値打ちがあるんじゃないですか、ね、10日分ぐらいの給料、はい、うん、になるんじゃないですかね。はい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 、よかったよかった、うん、ほんでね、はい、米とかね、はい、持ってきよん、ね、あ、やっぱりね、うん、だから食べるもんを、はい、ブワーっとね、その誰が配ってるのか知らんけど、はい、まあ、向こうはバランガイ制度って言ってね、はい、小さい、どういうんですかね、自治体のセルがあるんですよ、はいはい、だから、まあ、そういう意味ではこう統治が
行き届いてるというか、なんかバランガイごとに、はい、その食べるもんとかをちゃんと持ってきて、はい、でみんなお米ありがとうございますみたいな、はい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 、はい、すごくいいですよね。だからまあ、はい、そのロックアウトするからには、はい、あのまあ食料はちゃんと配りますと、はい、ね、いう、まあ、体制ですね。お金も、まあ、お金も配る、まあ、食料があったらお金いらないっていうとこあるじゃないですか。ありますね、うん、ありますね、はい、うん、だから食べるもんをちゃんとしてるんで。そうなんですよ、うん、買い物行かなくても、はい、食べるもんが届くと、はい、いう体制ですから。もうこれ全世界がね、うん、同じことやってるんですよ。ジャパンだけやってないでしょ。ジャパンとまあブラジルかな。でもブラジルごっつい増えてるんですよね。でもブラジルは、うん、あの集団免疫なんですよ。あ、開き直ったんや。はい、ブラジルえげつないことになるんですよ。 なりますね多分、はい、うんうん、はい、ブラジルとどこやったかな、 あのチャベスがおったとこ、ベネズエラ、ベネズエラかエクアドルかどっちか、エクアドルか、うん、あ、チャベスはベネズエラなんですけど、うん、ベネズエラかエクアドルが同じなんですよ、うん、えげつないですよ。あ、そうか、はい、もうえげつないこと。右派政権はそういう施策を取りがちということだとしたら、そうかもしれない。ブラジルはちょっとそうなんですよ。あ、きついきつい右派なんです。まあジャパンもそうじゃないですか。そうですね。まあイギリスも当初そうでしたもんね。そうですね。はい。うん、なので、うん、まあ保証の話になりますけど、もう保証は絶対なんですよね。ね、まあ物でもいいですし、はい、あと物とお金。いや、まあなぜそのボーッと折っても、はい、折れるその安心感も欲しいよね、はい、もう僕らそれはこれ止まったら収入が止まるんやから、もう僕止まってますからね。そうでしょ、はい、それ僕らも足が止まったら、はい、ね、もう死ぬというか、もう止まったら死ぬっていうやつですから。ちょっとお金あったからよかったけどっていう、うんうんうん、俺5万とかやったら僕もう来月無理っすもん、うん、マジで、うん、ほんまにアウトやったから、うんうん、いやもうほんまね、だからその給付と保証はセットだろう、うん、ツイッターでこう盛り上がってますけど、はい、いやマジガチでそうで、まあ、そういうことですよね、ほんで、僕が思う保証制度は、はい、ちょっと僕もあんま詳しくないんですけど、思ったら生活保護、はい、を全戸に適用する、全部に適用したらいいやんと。なるほどね、はい、だってもうその制度はあるんでしょ、要は。まあまあ生活保護制度はあるもんね。ありますよね、はいはいはい、要はその財産処分、うん、ミイラルーリンも言ってましたけど、うん、言うたら財産処分せなあかんっていうそこだけなくせば、うんうん、だそのあれは使えちゃうわけですよ、うんうん、言ったらその文化的な、うん、生きていく最低限度の保障をするする、はい、もうまさに生活保護じゃないですか、うんうん、でそれを言ったら全世帯行く、うんうん、で公務員と国会議員と、うん、あと何はほら、まあ、給料があるわけですから、ね、給料は、はい、言うたらそんなん止まろうがありますから、はいはい、でそこを言うたらちょっとカットする、うんまあ、それではなしなんですけど、うん、その今もろてる給料も若干減らして、うん、それをあの医者の、うん、医療従事者の手当とか、うんうん、まあ、財源はまあ財源のことはまあ置きましょう、まあまあまあ、僕らはね、はい、だからそれは公務員の方の給料をねカットするっていうのはねちょっと難しいと思うんですよ、はい、まあ、あのそれはもう決まってることですから、まあ、それはまあ出したらいいと思うんですよ、はい、で、あ、うん、ほんでもう一個なんですけど、うん、その生活保護費、うん、保護って言ったら、うんうん、高額所得者は辞退するんじゃないかと若干期待しております。そういう、はいはい、生ポは嫌や、生ポは嫌やみたいなああそういうのも期待できます、うん、であと あの百田さんでしたっけ、はい、が叩かれてましたけど、ああ生活保護に受給やらんで、ああ、まあ、その問題は解消するわね。いいじゃん、生活保護なんだからそれが。そうなんですよ、生活保護費を、はい、一律に、一律というか、まあ、くれという話ですよね、はいはい、よくね、うん、っていう。まあそうですね、まあまあ、はい、考え方はいろいろあるでしょう。ありますね、うん、まあ、出し方はいろいろ、うんうん、あとその公共料金の、うん、停止ですよね。そうでしょう、はい、その話が出て僕すぐね、はい、水道屋に電話してね、はい、払わんでええらしいなって言ったんですよ、はい、ほんなら、いや払ってくださいって、はいはい、払わんでええって聞いたんですけど、はい、言ったら、いやまあ
もうちょっと頑張ってもらえませんかみたいな。え、もう払わんでいいんですか。いや、払わなあ。あ、そうですよね、はい、全然通用せえへんから、はい、うん、まあ、要はそれさえあれば、うん、もうあと家賃だけじゃないですか。まあ、まだ家賃もだからそれはその、はい、まあそれは 家主さんの言い分はあると思うんですよ、はい、けれども、はい、まあ、いわば不労所得やっていう考え方からですね。そうですね、うん、はい、だから、まあ、ちょっと待ってくれというね、はい、1回スキップだから要するに用意スタートで1回半、よちさんの計算で6週間、はい、まあ、まあ2ヶ月がいいですけどね、まあ、2ヶ月、はい、2ヶ月長い人生のうちの2ヶ月だけ我慢してくれと、はい、ね、だから2ヶ月分スキップ、はい、ほんで固定資産税を免除すればいいんですよ。免除、ほんで、はい、で、まあ、その借金だからあれも言いますやん、その投資物件で、はい、要するに借金して買って人に貸してる人とか、はいはいはい、そういう事情もあるじゃないですか、はい、だからまあそういうのはそういうので、はい、ちょっと対応すると、はい、逆に、そうですね、うん、そうですね、うん、何ら僕ら間違ってないですよね。分からん、はい、でも分かんない、もうそれは、まあ、雑に言ってますから、そりゃそうだよ、はい、それは俺らはわわ言うだけやからね、はいはい、うん、まあそりゃそうですけど、はい、なんせその2ヶ月止めるためにどうするかっていうのを考えろっていうことですよね。そうですね、2ヶ月止めればいいわけや、はい、それもできるだけもう今すぐにでも今すぐです、それが1日2日伸びるごとに、はい、それこそ指数関数的に後の数字が大きくなってくるわけや、はい、被害者は増えます、うん、はい、ウイルスは僕らを感染させたくてたまらないわけですから、うん、そうなの、はい、うん、そうですよ、うん、あと、はい、あとなんか新情報ないですか。 あります、あ、うん、新情報というか、うん、その僕の提言、うん、はい、提言があるね、あの山中教授の5つの提言、うん、あったじゃないですか、あ、神戸大学出身の、あ、神戸大学出身なんですか。あ、山中先生は神戸大学なんです。あ、そうなんですか。大学院は京都とかですけど、ね、あ、がな、じゃあそのなんかでもとにかくその神戸に由来、神戸大学なんです、はい、あ、でもこの裏手の大倉山に全てが詰まってる、はいはい、すごいっすね祇園神社もあればそうそうそう、すごいな、はい、ここやっぱ、はい、パワースポットじゃないですか。ちょっとそうそう祇園神社っていうのは要するに、はい、疫病の神、そう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 、はい、あっこから京都に持って行って、そうそう、や、八坂神社ね、はい、今のね、はい、はい、祇園祭りができてますから、はい、でも ちょうどやっ守られてますよ。守られてますね岩田先生も神戸大学、神戸大学ですから、神戸大学勢が今世の中を、はい、戦っている、結構活躍してる人、そういうことですよね、はいはい、で、まあ、5つの提言ちょっと内容忘れましたけど、はい、僕だいぶかえちょっと探すさなあったんですはい、はい、まあ予知の提言で僕の提言じゃさっき言います、はい、まあ、もうほぼ全く同じで、はい、僕は天才かと思いました、はい、自分のことを、はい、まず1番、はい、感染者の早期発見と隔離です。ほんならもうそれは検査やね、まあ、検査ですね、はい、2番、はい、感染者の移動情報の共有と可視化です。ああ、はい、ああ要はまあスマホで見たり、ああそれはで、はい、将来の過去の、もう過去も全部ですよ、うん、はい、だから要するにクラスター、はい、そのトレースするってことですね。行動トレースです、うんうんうん、要は、うん、今ってその移ったライブハウス、はい、ポイントじゃないですか、はい、でそいつが家からどうやって出て、はい、どこのバス乗って、はい、でコンビニ寄って、はい、っていうのも全部可視化、うん、韓国やってますからこれ、あ、見えるの、はい、あ、なるほどなるほど、はい、韓国はあのコロナマップっていうのがあって、あ、地図上にプロットされてるわけ、はい、はで、あ、ここあいつ通ったねみたいなんで、ほんならその時間私行ってないやろうかとかそういうのを確認できる、確認もできますし、この店かかってたみたいで行かんとこうやみたいな、そういうノリも、あ、韓国やっぱすごいね、韓国すごいです、IT 大国やな、これもう速攻できてました、2月の初期や思いましたよ、あ、まあ要は教育と可視化です。で、まだ全然なぜかやってない公共&交通機関、ああ、まあ、公共の、ね、検温と消毒の実施です。ああ検温な、検温一切やってないでしょ、やってないな、びっくりしますよ、だから俺がフィリピン行った時点です検温はやってたからね、そうでしょ、うん、あれ検温やるだけでだいぶ雰囲気変わりますしね、はい、言ったら
もうロックダウンって言うとこの段階ではちょっと遅いんかもしれないですよ、うん、もう飛ばされる可能性もあるんですけど、うんうんうん、であともうまあマスクとかないからちょっと困るんですけど、うんうん、まあ僕が2月の段階で2月の頭に思ってたその流通とか小売業へもうマスクの手袋着用の要請、うん、ああなるほどなるほど、じゃあもうアマゾンの物を触るやつは、はい、うん、ちょっと流通ね、確かにアマゾンのなんかかかってますからね、かかってますね結構、はい、うん、コンビニもそうですけど、はいはい、だから段ボールから移りますから、はいはい、で、次ちょっと保証のさっきの公共料金の停止と、はい、まあ、生活保護費とかの休業保、はい、まあ、保証、はいはいはい、まあ、でさっきも言いましたそのロックダウン的な経済、はい、経済活動の一時停止、はい、あと外出禁止令ですね、はいはい、で7番、はい、国防生産法を、まあ、アメリカに真似て作ると、はい、で作って、まあ、作らすと、はい、で8番、はい、発熱外来の設置です。ほう。はい。なんかこう岡田先生が言ってたんで、うん、はい。じゃあ発熱したやつはここに行きなさいよっていう別のが、別で、うん、はい、ちゃんと作ると、うんうん、まあ、できるだけ各都道府県、うん、市町村にね、はい、ちゃんとそういう病院をもう設定すると。はい、で僕ここが肝なんですけど、はい、問診前の簡易検査の実施なんですよ。うん、それはどうやんの、自己検査するってこと、これがね、前もその話出たけど、はい、僕これなんですよ、はい、まず、はい、今どんどん病院、はい、またまた、はい、もう崩壊していってますから、はい、まず電話で、はい、問診します、はい、スマホで、はい、あのスマホでテレビ電話みたいな、はいはいはい、で、それは発熱か、はい、咳か、はい、体のだるさ、はい、まあ、この3つぐらいでいいっすよ、はい、ある人は問診できます、はい、問診というか病院に行くことができる、病院に行かなくていいんです、あ、行かなくても家でスマホで病院で、うんうんうん、はい、ありますって言うと、もしもしみたいな、はい、なんか発熱あるんすけどみたいな、咳で喉見してくださいみたいな、まあ見えるか分かんないですけど、で発熱も取らして自分の体温計で、はいはい、で見せる、うん、うん、まあほんで、うん、ほんまかと、うん、そういうの確認、うん、で体がだるい、うん、だるいでもいいですよ、うん、まあ、だるいでもそのスマホ問診で、うん、医者がほんまにやばいぞこいつって確認できたら、うん、まあ簡易検査の、うん、を実施します。それはどこで、それは、家か、うん、屋外の、テントです、テント、はい、まあ、テントでもいいですし、うん、あの病院 の、うん、あの受付みたいなところでもいいですよ、うん、窓だけピッてやって、うん、でそこで何をやるかというと、うん、まあ、家の場合は、抗体検査キットとか、うん、まあ、病院でもいいです、うん、渡されます、うん、家でやってくれと。あれ抗体検査は、はい、その段階でもええの、そこなんですけど、うん、多分まだ分かってないですけど、でも咳とか熱が出るっていうのはウイルスがもういますから、うん、抗体も持ってるの、持ってます、うん、はい、だウイルスが入った段階で抗体っていうのはあります、あ、うん、発生します、うん、ほんなら初期段階でも抗体検査は有効やんな、どのレベルの初期段階かっていうところがあって、うんうん、まあそれはいいんです、うん、はい、一応やるんです、はいはい、まあ、簡易検査、うん、でまず抗体検査、うん、でそれが、うん、PCR 検査の、うん、検査をするんじゃなくて、うん、要は検体、鼻綿棒ですよ、うん、あれを取る、うん、それを言った屋外のテントとか、うん、に持っていくの、あ、持っていくんじゃなくて、うん、取りに言ったら自分で行って、うん、屋外の検査場に、うん、で鼻取ってもらう、うん、いや、まあ、ドライブスルーですよね、うんうん、取ってもらう、うん、とか家に来てもらう、うん、まあ、ドイツとか今、うん、家の中に家まで来てくれますから、来てくれるの、はい、うん、で綿棒渡されて、うん、取ってくれって言われて、うん、で家の中で自分で取って、うん、で綿棒が入った袋をドアノブにかけるんですよ、うん、でドアノブのを取りに来るんですよ、うん、はい、そういうふうに家で検体を取るか、うん、屋外で検体を取る、うん、でそれをまずやれば、うんうんうん、病院に行かなくて済むんですよね、うん、はい、うん、まあその感度とか精度とか、うん、なんかそういうその初期段階では判定されへんっていうのありますけど、うんうんうん、それをやって、うん、病院に来ささないと、来ささない、まずは、まず、
はい、ほんで陽性やったら指定病院行くんですよ、はい、やったら検査で一回仮検査で 100% 陽性やったやつしか行かないんで、うん、なるほどね、はい、ほんならまあ精度も上がるということで精度も上がりますし、はい、そのディフェンスもしやすい、はい、全員患者ですから、はい、コロナですから、はい、で陰性のやつは普通の病院に行ってもらう、うんうんうん、とりあえずねとりあえず、うん、でとりあえずでそこで一回道をブッと分けるんですよ、うん、そうやったらまず陰性のやつは風邪かもしらんから、うん、で普通に病院行く、うん、でも先生は知ってますから、うん、こいつは検査やったと、うん、やったやつやと、うん、でも陰性やけど分からんぞと、うんうん、ディフェンスもしますよね、うんうん、普通のいやだから陽性やったらさ、はい、まああの病院というかとりあえずぶっ込みでそのホテル、はいはい、借り上げたホテルとかに入れたらいいんじゃない？あ、違うんです。それは違うんです。違います。やっぱり、うん、その家でやって電話問診ですから、うん、分かりませんよね。で、うん、でほんまにやばかったら、うん、もうむちゃむちゃやばいんで、うん、だから一回その指定病院でちゃんと CT と今やってることです。うん、取る。CT とその肺の状態を見る。もう見る。うん、はい。でそれやれば、うん、で PCR 検査ももう一回そこでやるんですよ、うんうん、それやれば言うたら、うん、その待機の4日間がいらないんですよ。待機の4日間の間にそこまでいけるんですよ。待機の4日間って何？今発熱したら4日間待機でしょ。ああ、はい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 、4日間様子見ていかなかったね、はい、はいはいはい、でそれを省けるんですよね、うん、この4日間の間に全部できちゃうんですよ、うん、なるほどね。その今やったら4日間で大体1000人は増えるから、はいはい、出るから、はい、そういうことだね。そうです、うん、それもそうです。重症化もしますから、志村けんとかね、だいぶ経って悪なって4日間なってやから、うんうんうん、トータルで多分1週間から2週間かかってるんですよ。その個人にとっての4日もそうやけど、はい、社会にとっての4日も大きい。大きいっていうことですよね、うんうんうん、なのでその4日間の間に全部できちゃうんですよ、多分、はいはい、ほんで検査待つじゃないですか、言うたら陽性で2回目の検査、はい、2回も検査できてますから、はい、もう精度がだいぶ高い。精度だいぶ高いです。もうだいぶ高いです。でもうで1回のあれ、PCR 検査ってなんか6回ぐらいやるみたいですよ。3回か。あの1回で綿棒4つぐらい使ってやるの。はい。で陽性出たらアウトっていう。はい。1個の綿棒じゃないらしいんですよ。はい。だからだいぶ精度は高いみたいで、そのプラスその簡易検査やることで。もう一回、はあ、でそれが4日間の間に、はあ、ほんで、で検査待ってる間に、はあ、症状が出てきたり、はあ、出てこなかったり、はあ、見えますよね、はあ、で出てきたら、はあ、もう即入院でもいいじゃないですか、はあはい、っていうすごい短縮に、はあ、で陰性のやつは陰性で病院行って、うん、一応 CT 取ってもらいます、うん、はい、うん、でそこで PCR と してもいいですし、はい、せんでもいいですし、ほんでほんでもう提言ないの？あ、提言あるんです。だ要はそれをすることで、要するにその検査の段取りの、はい、予知メソッドがあるわけや。僕メソッドあります、はいはい、ほんで、はい、もう最終的に、はい、もう全然陰性で、はい、風邪のやつも、はい、もう分からんから2週間自粛、はい、はい、はしろと。で、次いきます、はい、で、まあ、10番総理の会見、はあ、検査数とか患者数の、はあ、まあ、報告も、はあ、もう毎回すると、はあ、もう定例会見ですると、もうします、はいはい、原発の時みたいな、そうです、はい、全く一緒です、はい、まあ、昼と夜でもいいです、はい、で11番、はい、全国の研修施設休眠施設、はい、選手村の活用と整備、もうこれはもう、はあ、全くもう今みんな、ね、はあ、やりだしてます、これはいいです。で12番、まあ、五輪予算は保障、コロナ対策へ、ああ、まあ、それももういいでしょう。ああで13番は、ああ、急激に感染者数が増加した場合の、ああ、もう移動制限と封鎖ですよね、ああ、都市封鎖をすると、ああ、する、はい、これが僕の13の提言です。ああ、はい、ああ多いね、多いですけど、ああ、もうこれをやるしかない。いやもう、まあ、でももう飛ばしてますから、ああ、そのもうちょっと前の段階でやらなあかんかったことが何個かあるんで、例えばその検査の段取りも
ちょっと今では変わってくるんじゃないかなと思いますし、そのロックダウンするのかしない、はい、ロックダウン前の制作も入ってますから、そうなんですよ、はい、僕はでも言いたいのはその、ケンさんの段取りですよね、はい、もうこれは僕めちゃくちゃ考えたんで、はい、なるほどね、3日ぐらい、なるほどね、はい、確かにそれはそう思いますね。でしょ、ええ、僕も検査はやっぱり増やす派です。増やす増やさないんじゃなくて、うん、なんて言ったらいいかな、うん、いや検査増やしても医療崩壊がしないやり方を、そう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 、だから検査は検査じゃない、その、はい、検査をしないからって病人が少ないわけじゃないっていう、はい、まあ、そのやっぱりそれは思うね、はい、だからその、まあ、検査して、はい、まあ、陽性だった後のね、はい、その振る舞いを考えたらいいわけや、はいはい、な、はい、そのそうなんですね、もう今はそのすなわち入院じゃなくてもいいんでしょ、はい、別にそうですね、だからそれだったらまあよう考えようよと、そうですそうです、うん、だ検査は検査として、はい、己を知るっていうことだから、そうですそうです、ね、当然必要なんです、うん、そうですよ、だ己を知ることで、はい、その行動も変わってくるわけ、そうですそうです、で、うん、今ね検査してなくて、うん、まあ医療崩壊起きてます、うん、検査しないことでやっとみんなが、うん、もう僕の言ってることに気づいてくれたみたいで、うんうんうん、あの検査しないことで、うん、言ったらあのようわからん感染者ミサイルが、うん、日本中の病院に飛んでいくわけですよね。あ、どういうこと、僕調子悪いんです、そうですそうです、もう全然誰も分からへん、無差別なに、もう秩序がないわけ、秩序が全くないんです、はい、それこそ、はい、不動、何でしたっけ、あの赤ちゃんの病院、あ、小児科、あ、小児科、産婦人科、外科、耳鼻科、うん、もう、それこそ整形外科もそうですし、うんうんうん、もう全国のありとあらゆる病院にもうみんな行っちゃうんですよ、うんうん、フラットね、フラットね、ああで感染するんですよ、ああ、はい、なるほど、はい、ああでこれでもうどん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 減ってきてます、うん、はい、1個の町で3つでっかい病院がなくなったらもうアウトっすよ、ああ、はい、病院が閉まってまうってことね、はい、はいはいはい、で医者が2週間働けなくなる、はいはい、看護師が2週間、そうですね、これとんでもないことです、僕はこれはもう3月の段階ではもう分かってたんですけど、はい、で考えたんですけどね、はい、なので、はい、いやほんまに今すごい危機的な状態で、はい、状況で、はい、もう検査をしないといけない、はい、で検査したら崩壊派は何も分かってないところが一つあって、はい、だからそれはそのコロナウイルスを知らされてなかった武漢の状態やぞっていう、あ、なるほどね、なるほど、なんか分からん、はい、そのもわっとなってる、はい、そうです、うん、なんか分からんけどめっちゃ体調悪いってやつがめちゃくちゃわんさかおる、わんさかおる、なるほどなるほど、はい、ほんでみんながそれで病院行ったんですよ、なるほどなるほど、にあの中国武漢の病院ね、なるほどね、ほんで医療崩壊起きたんですよ、うん、別にコロナが分かったから、うん、分かって検査に武漢あの殺到し、それを図にしてください、図ですか、はい、うん、だから得意のイラストレーターで、はいはいはい、まず自覚したと、はい、風邪かな、はい、と思ったらこう行くどう行くっていう、あ、はい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 、はい、うん、そのそこの部分、はい、ちょっとパッと、うん、パカパッと作って発表してください、あ、いいですか、やっぱそうしてるのはダメですかそう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 ですね、うん、もう絵は描けてるんですけど、ああ、はい、そうやろ、はい、それはでも図にしたら分かりやすいと思う、あ、めっちゃ分かりやすいです、ね、ほんならこういうどういうのこういうその、はい、あの分け分けられてる、はい、うん、っていうゾーニングじゃないけど、はい、ね、はいはい、うん、あ、そうか、避けることができる、はい、ね、その一般の病院に行くことが避けることができるとか、はい、うん、できますよね、うん、はい、この辺やったらどこですか、指定病院どこなんでしょうね、それが分からへんやろ、分かんないですね、うん、これ隠されてるんでしょ一応、あ、そうな、はい、どっか行ってそのお医者さんで、うん、ここ行ってくださいって言われる、あ、電話するんですよ医者が、多分確か、あ、そうなんや、はい、発表は確か僕調べましたけどされてなかったですよ、 あの段階では、あ、そうなんや、はい、3月の、はい、その辺もだからやっぱりそれをさ、なんかそうしたらこう人民をコントロールできると思ってるのがちょっとちゃうんちゃうかなと思う、ね、ちゃいますよね、なんかこうディスクロージャーというかさ、はい、なあ
全部公開することで、はい、みんなが安心するっていう。そうですそうです、うん、だパニックになるから隠すみたいなさ。いやほんまそれなんですよ。なそんなバカにした話あるかっていうね。いやほんまそうです、うん、アメリカ もうヨーロッパも全部見せてますよね。そうでしょ、 そうでしょ、はい、全部見れるから安心するんや、はい、安心するし、うんうん、考えて行動するし、な隠してると思ったら信じないや、はい、まずまずもう隠してますよね、うんうん、見せない、うん、パニックが起こるから見せない、うん、安心しろだけ。こ今回だとちょっと日本の弱さが出てるね。弱さっていうかもう、 もう日本の縮図というか、うん、ちょっといかんね、はい、これは、うん、いかんっすよ、うん、まだもう一個ちょっと僕が今突っ込んでるとこあるんですけど、うんはい、いいんですか、はい、まあ、ちょっと、うん、こっち陰謀論、陰謀論、ね、はい、陰謀論編ね、はいはい、うん、まず、はい、僕はちょっと今追ってるんですけど、はい、今ちょっとねあのマスク、はいはいはい、見ました、山口県のマスク、あああれね、12万枚、はいはいはい、山口県のあの、はい、百田直樹読んでる人でしょ。あそうですそうですあれ、うん、まあなんか言われてたんでちょっと調べてたんですよ、はい、なあの倫理、山口倫理なんとか会、うん、あ宗教団体、あセミナー系です。うん、はい、あの倫理研究会やったから、あそうですそうですそうです、全国にあるんですけど、だから宗教団体あれはって言われてる、うん、はい、うん、でそこの深い人なんですよ、うん、深いというかその講師みたいなのってこう、うん、なんか前でみんなに言うたりするやつがちゃんとなんか名前上がってました、うんうんうん、バッキバキの、うん、まあ、宗教右翼、うん、そうなんや、はい、うん、道徳と、うん、古き良き伝統、うん、はい、いやあれは言われてるね、はい、お友達、またお友達っていう、まあ、またお友達っていう、ただでも枚数が1億枚でしょ、はい、今回、まあ、今回はねそれだけじゃないと思うんで、うん、あれなんですけど、うんうん、であれなんですよ、その今コロナ大臣やってる、うん、はい、西村さん、うんうん、これもツイッターで回ってきたんですけど、うんうん、はい、日本会議です、まあまあ、日本会議って言ったらもうほとんど日本会議、まあまあほとんど日本会議、うんうん、ほんであと、うん、あのパチンコ議連です、ああ、はい、で IR で、うん、あの疑惑あります、はいはいはい、はい、収賄の、はいはいはい、あとベトナム人少女売春、あそうなの、はい、もうなんか週刊誌に書かれてました、あ、まあ、なんせなんかこう今、うんうん、政府が、うん、腐ってるね、腐ってるっていうかそのみんなね、うん、日本神話で繋がっとんすよね。日本神話っていうのは、実は日本神話です。なんかどういうこと？なんかもわっとしたあの日本神話ですよ。え、あ、古事記の日本神話じゃなくて？そういう具体的な日本神話じゃないんですけど。うんうん、それはそ、あ、右翼つながりってこと？まあ、まあ言えば、うん、まあ言ったら日本の力、うんうん、日本の言ったらし、うん、神話からつながるなんか、まあ、哲学だとか、うん、倫理だとか、うん、その価値観だとかっていう、うん、そのそういう緩いつながりというか、うん、広いつながりとかっていうか、うん、ほんまにあの、うん、ね、うん、なんかあだからこういう政策なんやなと思って、うんうん、はい、まあ、ただ今回のね、どうなんですか、なんて言ったらいいんですかね、うん、まあそのまあ単純にですよ、はい、そのまあこういう時に安倍さんは、はい、まあ正直で悪いけど、はい、まあ、安倍さんはまあ俺がやってるのは、安倍晋三機関説っていうのがあるんですよ、機関説、うん、機関説、人間じゃないと、はいはいはい、その安倍さんが主体的にね、はい、ものを考えて、はい、こうしよう、だから今の与智さんみたいに、はい、こう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 なんだから、はい、こうしないといかんな、じゃあこうしようっていう、はい、そういうなんかこう筋道を立てて、はい、物事を考え、まあその自分の思想信条はいいですよ、はい、まあ自分の思想信条とこう照らし合わせながらね、はい、回答を導き、はい、で具体的な政策を打ち出す、はい、そういう能力ってないと思うんです、そういう人じゃなさそうですね、じゃないでしょ多分ね、はい、っていうよりそのこうもうちょっとさ、どういうんかな、あの
まあ、言い方悪いけど、まあ、天気関節って言い方悪いけど、その戦前の天皇のような、はい、そのポンとアドバルーン的にあると、ね、あるそうなんで、それに、はい、そのもうちょっと賢い官僚とか、はい、そういう具体的な判断をする連中がくっついてると、まあ、連中とか利権がある、まあ、利権もあるでしょうね、やつらが寄ってきてうまいこと、そう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 、そこでそのそれのなんかこう答えを、まあ、安倍さんがただ喋ってると、そうですね、そのプロンプターに書かれて、はい、それを読むと、はい、まあまあ、僕はカカシ説と呼んでるんですけど、まあまあまあ、そういうことですよね、はい、ですからやっぱり弱いよね、はっきり言って、うん、もう全てが弱い、うん、だから、はい、まあ、いろんなその総務省のやつが悪いんやとか、はい、なんやかんやって今言われてるけれども、はい、じゃあ財務省か、はい、財務省の壁があってどうのこうのか、はい、あ、なんかね、その、はい、なんかそういうなんか言う話言う人もいるけれども、はい、だそれを跳ね返す力がまあ安倍さんにはないでしょう。跳ね返すつもりもないでしょうし、うんうんうん、まあ言うたらまあお飾りじゃないですけど、うん、まあ言うたらそういう存在で、うんうん、でなんであんなにあの人が支持されてるかって言ったら、うん、ああいう人がいなかったんですよ多分。うん、まあそうかもしれない、ね。今まで、ね、うん、そのもわかりやすい看板というかね。もわっとしたつながりで。うんうんうん、みんなのことを、うん、みんながしてほしいこと、その一部のね、うん、をふわっと具体的にというか、うん、こう、うん、OK って出してくれる人が、うん、まあ、あ、そう考えたら、うん、あ、安倍さんしかいないっていうのはまさにその通りかもなって、うん、まあね、うん、もっとみんな安倍さんそういうとこあったよね、もっと政治家ですし、もともとはね、はい、安倍さんってね、はい、ちょっとハンサムで、はい、昔若い時はね、そうですね、その おばちゃんに人気があって、橋本慎太郎、龍太郎、龍太郎、うん、の次ぐらいの感じでした、僕のイメージでは。ちょっと爽やかな、まあ、シャキッとしたというか、なんか、まあ、勝手なあれですけど、はい、でね、はい、だから割とその若くして要職に就いたのは、はい、選挙対策だったの、ほう、はっきり言って。うんうんうん、だから選挙要員だから今の小泉進次郎みたいな、あ、はいはいはい、うんうんうん、割とね、うんうん、立ち入っちゃった、うんうんうん、という印象があるのにね、はい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 、ね、うん、だからそういうその、まあ、なん、まあ日本会議的なね、はい、価値観の、うん、そのこう背負ったまま、まあなんとなくこう、うん、看板として上がってるけれども、でもこういうさ、はい、こういうそのまあそれはでもその憲法改定とか、うん、そういう思想的な部分に関しては良かったと思うね。良、はい、かったっていうのは別に応援してないよ、はい、応援してないけど、そういうこうなんか思想的な流れの中でね、はい、あの安倍さんがいるっていうのはまあ矛盾はなかったわけ、はい、けれどもこういう実際の実務を求められる場面では、はい、ちょっと弱いね。ちょっとどころじゃないですよ。はい、いやほんまに。だからその緩い連帯っていうのがその日本神話でつながってて、だから日本神話っていうのがお前独自の日本神話。ああ言うたら言うたらまあ日本神話っていうのはさ、はい、あのなスサノオとかそういう、ああまあ具体的な国譲り伝説とか、まあ、まあ雰囲気で分かってください。まあ雰囲気で分かってください。それをでも日本神話って言ってしまうと伝わらへん。じゃあジャパンファンタジーでいいですか。うん、はい。うん、まあ、まあ言うたら、まあ、まあ高度成長期のジャパンファンタジーでもいいですし、あの大日本帝国のジャパンファンタジーでもいいです、まあ、ありとあらゆるジャパンファンタジーです、うん、はい、ネガティブな面を見ない、うん、はい、うん、ジャパンファンタジーです、うん、はい、まあ、昔は良かったちょっと分かりづらい、うん、はい、あのノリ、うん、まあまあ言わんとしてることは分かりますよ、はい、あれを、うん、ですごい緩く連帯してて、緩くというか、まあ、しっかりと緩く広く、うん、でそのノリでやってるから、うん、今も、うん、国民に対してそのマスク2枚って言っても、うん、あのマスク2枚っていう発想は何なんですか。あ、だからいや、なんて言ったらいいんですかね、その親民、私の親民たちは、うん、あのいけるやろみたいな。そうなんですかね。そう、どういうどこをどう考えても分からんんですよ。そうっすね、うん、だからもうマスク2枚でええんちゃいますって言ったやつがいるわけだ、誰か。とりあえずマスク2枚っていう、うん、それかまあ1億枚から計算したんかなとか。そうは思いますよ、うん、まあ、マスク2枚いらんよね、正直。逆に言ったら、まあ、いらないっすね、うん、まあいりますけど、うん、
だからそこで配っててね、はい、マスク2枚までって言ったらもらいますよ、はいね、でもその、はい、わざわざ郵便の人が届けるとかね、はい、もうちょっとねあれでしたけど、そのなんか市とかがやることちゃうの、まあ、ただね、はい、ただ僕が懸念してるのはね、これまた批判が出て、はい、じゃあマスク2枚あげるのやめますっていうのはやめてほしいわけ。あ、もうそうですよね、だからもうやる、そうそうなんですよ、だからもうこれ2枚あげるって言ったら、はい、そう、僕らはバカにしてますよ、はい、けどその2枚で本当助かる人もいるわけやんか、多分いますね、ね、はい、ね、はい、だとしたら、はい、それはもう一回やるって言ってんから、はい、その人らの期待に応えるために配ってあげてください。うわ、それはそうです、うん、ほんまに、はっきり言って、はい、それはね、はい、でもあんなマスク久々見たね、給食のおばちゃんのマスク見ましたね、あのマスクがない時でもあのマスクだけはなんかいらんって置いてあった、うん、はい、ほんでなんか WHO に言わせてあれはあかんねや、あかんマスクです、うん、だから僕も最初あれはあかんって聞いたんで買わなかったですからね、はい、まあしかしまあにしてもですよ、はい、もう配るって言ったんやから、はい、これはもう配り切ってほしい、はっきり言って、あ、これは今後のためにも、はい、ね、そういうとこはっきりしてますよね、誰、諏訪山先生は、いやそうでしょう、いやそういうそのあかんって言われとことでも、うん、もうやるったらやる、まあそうなんですよ、はい、だからこれがもし引っ込んだら、はい、ちょっとね、はい、なんか一回決めても、はい、まあ、和牛もそうですし、はい、あれもそうでしたけど、はい、うん、だから言ったことは何せ一回言ったらやってほしい、それはもうせめて、うん、でも方向転換、方針転換は、まあ、いいんですけど、はい、でもそれはね、はい、言うまでにするべきで、はい、でもこうやって言ったからには2枚もらえるより嬉しいなと思ってる人いるわけですよ、まあまあそうなんですよね、うんうん、どうなんでしょうね、うん、難しいっすよ、いや罪ないやん、ほんで、まあ、方針転換をこれで、うん、まあ別にするなら僕はいいんですけど、うん、はい、うん、しない、いやだからマスク2枚は出してほしい、はい、うん、とにかく分かりました、でその辺にもちろん上乗せいろいろありますよ、はい、お金、どんどんどん、肉、はい、何でも、それはもうね、そうですよ、レトルトカレーとか、ね、何でもいいですよ、はい、うん、いいです、いいです、うん、まあ、当然ね、うん、もう先生のためにもマスクは配っていただきたい、うん、日本政府には、そうそうそう、もう言ったんやから、はい、うん、いや罪がないやんか、これがさ、はい、害悪があるっていうんやったら、まあ、話は別なんやけど、はい、うん、いやほんまにそうですよ、うんうん、ねえ、まあとりあえず、まあ、うん、今回こうまとめに、はいはい、入ってください、入りますけど、はい、見通しとね、見通しはね、はい、もう、まあ、悪いですよね、はい、4月の9日、うん、10日あたりやと思うんで、はい、先生、3月末に爆発するっていうのは、まあ、ある程度抑えられたかな、抑えられたわけじゃなくて、はい、まあしなかった、表面上は出てこなかった、表面上は出てこなかった、はいはい、でこの4月の、9日10日、9日10日、はい、一応そのエピカーブのデータとかいろいろなんか調べてはる人いろいろ見たら、まあ4月9日10日みたいなんですよ。ああ、なるほどね。はい。この厚生労働省のデータとか、そこでいわゆるそのまあオーバーシュートという言葉はあんまりええことないらしいんだけど、その想定のラインを超えてくると、はい、もういうのが9日10日。はい。ああ。なんですよね、うん、でこっからえげつないレベルで、うん、指数関数的に急上昇しますから、もう直角みたいな感じになってくる、そうですね、はい、言ったら沸騰した金魚が竜になるかのごとく、はい、そうなんですか、はい、あ、その例え話ちょっとあれですけど、はい、僕は沸騰した金魚、僕は金魚論なんで、え、言ってませんでしたっけ、聞いたことで、沸騰した金魚っていう概念がちょっと沸騰したっていうのはちょっと今回出てきたことなんですけど、はい、僕はあの病気の金魚が1匹いますと、はい、まあみんな、まあまあまあ、ほんまは透明なんですけど、はい、まあとりあえず黒でいいです、はいはい、ほんで泳いでます、はい、で赤い金魚がいっぱいいます、はい、まあ金魚すくいを想像してもらったら、はい、でそれがどん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 黒に染まっていくわけです、うん、でもう端から隅まで行き渡る、うんうんうん、動き回る、うん、
どん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 、うん、だからあのニューヨークタイムズのオートマタの、はい、あの図のような感じでしょ、はい、いや感じっていうか俺あれ見た瞬間に、うん、俺すげえと思いましたもん。ああ先生はじゃあ金魚で考えてた。僕は金魚で考えてて、でその金魚が竜になるっていうのはどう。あその前に言ったら、うんでみんな必死で黒い金魚を金魚すくいせんならダメなんですよ、はい、で別の桶に入れていく、はい、1匹ずつ、はいはいはい、でも、はい、あので破れたりするそれが議員制です。え あの検査の議員制です。あ議員制ね、はい、議員制なるほど、なるほど、はい、破れても救えと、はい、救い続けろと、はいで、はい、でどん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 増殖する黒い金魚は、はいはい、でもじゃあどうすればいいか、はいはい、たくさんのポイを持って、はい、ポイっていうのはあの救うやつ、ね、救うやつで、はい、みんなで救う、はいはいはい、数を増やす、はい、あとはまあいろいろめっちゃ一人が早いスピードで、とんでもない早いスピードで救う、はい、増殖よりも早く救う、はい、それか、むちゃくちゃでかい救うやつで救う、はい、なんせ、はい、でそれが竜になるんです。それが言うたら、はい、金魚すくいのあの、はい、プール、はい、あれが日本全国版です、はいはい、1個の、はいはい、で今、はい、神戸の黒い金魚は、はい、明日には沖縄に飛行機で飛んじゃうかもしれないです、はい、でそいつは、はい、なんかいとこの、はい、なんか島根県の村に遊びに行くかもしれないですよ、はいはい、それがこうどん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 時間が経てば経つほど、はいはい、とんでもない広範囲の、はいはい、とんでもないレベルで染まって黒に染まっていく、はいはい、果たしてそれが、はい、で病気になったやつっていうのはプカって動きが止まるんですよ、はい、黒いやつは、はい、で浮いてきたやつをずっと救ってたんですよ、はいはい、3月、はい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 、だから感染者数っていうのは少なかったし、はいはい、でも黒いやつは動きを止めたやつしか救えてない、はい、黒くなって泳いでるやつを救わないといけない。もう当然救わないといけない。はい。で今どんどんそれを黒いプカプカのやつを救ってたんですけど、はい、あの真っ黒な水の底には、はい、もう金魚たちはどんどん真っ黒に染まっていく。はいはい、でそれは、はい、なんか沸騰するんですよ。37.5度に。はい。はい。ほんで、はあ、もうその蓋が手が震えてます、はい、37.5度に黒い金魚たちはどんどん体温が上がっていって沸騰するんですよね。でそれが蓋を突き破ってですね、はい、天に昇っていく、天に昇っていくんですよ一斉に、はい、はい、でそれがオーバーシュートなんですよ、はい、医療崩壊、そういうイメージです。はい、わかりました。わかるかな。竜になる、竜になります。マジです。あ、なるほど、はい、あ、めっちゃ分かりやすくないですか。はい、いや伝わったと思う、はい、うん、暑さがな、はい、うん、なるほど、吹き出した、うん、まあだから、はい、まあ以前、はい、与地先生は危機感を持ってるぞと。めちゃくちゃ持ってます、うん、多分聞いてる人何人かかかりますよ。僕らもそうですし、うん、はい、このままいけば、いやだからね、はい、俺この家あんまり汚いのは、はい、今も僕らマスクつけながら喋ってるやん。そうですね、時々メガネもマスクとメガネつけさせられるやんか、はい、窓も開けますし、家入る時に消毒されるし、はい、はい、うん、そうです、大事です。だから今からほんまに考えなあかんのは、うん、もう各自が、うん、あの自分たちのグリーンゾーンを作っていくことです。まあなるほど、もうそれしかちょっと分かんないっす、うん、はい、うん、もうステイホームってまあ今言われてますけど、それもいいです、うん、もうそれと同時にグリーンゾーンを確保していく、うん、はい、うん、レッドゾーンはどんどん増え続けますからね、うん、はい、いやまあ、うん、ちょっと飲食店でもね、はい、怖いからもう閉めるっていうとこも出てきました。ああやっぱりそうですか、うん、あの今日電話かかってきましたね、はい、うん、いやもう正直怖いっすよ、うん、とっととやらないと、うん、分かりました。人が汚染されるだけじゃないですからね。何が汚染されるの？町が汚染されます。どういうこと、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 どういうことやね。え、だから町自体が、でも町にいる人が汚染される、町にいる人がまず汚染されますけど、言ったら1ヶ月前に触った手すりが、ああなるほど、そういうことか、はい、まだ菌が生きてるぞと、はい、ウイルスが、ウイルスが、ね、増え続けますから。え、
そんなことはないんでしょ。あ、違います。あの、タンパク質を取り込んで、はい、感染者が増えれば、はい、あ、手すりを触る人間が増えるということ、ね、はい、はい、なるほど、ね、そして、うん、それこそ病院、うん、病院も汚れます、うん、どん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 、うん、はい、だ町も人も、うん、なるほどね、遅くなる、危険がもう、はい、危険も指数関数的に増していく、増していきます、うん、で対策するスピードも指数関数的に増えざるを得ない、 すべきことも増えていく、それは人間のスピードでできるのかっていうと俺はちょっと、でも韓国とかも成功してるわけですから、はい、うん、そうです、だからまあできるはずなんです、はい、うん、やるんですよ、うん、はい、うん、まあ、中国もね、やっぱ、はい、まあ、そこまでハードなことをすれば一応収まったということです、はい、うん、小出しにしても無理です。まあ、だからね、アメリカとかイタリアがもう収まる気配がないっていうね、はい、あれもあるし、いや、まあ収めますよ、うん、はい、うん、もう医療の、うん、医療リソースのマックスまでいかんと、うん、無理なんですよ絶対。今のとこ全部の国やってますよね、うん、マックス超えて、うん、もうマックス開発して、うん、でまたなんかあれやからもっと作って、うんうん、最新鋭のあれで、うん、そういうことをしないと、うん、この人間はウイルスに勝てないっすよ。わかりました、はい、熱くなりましたね、また、はい、いやいやでも伝わったと思う、ほんまですか、みんなにね、その危機感が伝わったと思う、はい、うん、だからね、あの志村せん、あのケングさんが亡くなったことでね、はい、まあ、ガラッと変わりましたねって言いますけれども、はい、言いますけど変わってないやつもおるから、はい、そうですね、はい、それはね、全然変わってないやつもいますよ、うん、それでみんな変わったって言うけど、はい、変わってないやつもいますからね、めちゃいますよね、うん、だから楽観視はできますよ、はい、はい、まあ、今日はそんなところでよろしいでしょうか、はい、どうもありがとうございました。